ははいこんにちは高野雲です、えー、今回は12月9日のジャズということでですね、ディズゲッツというアルバムを紹介したいと思います。もうタイトルからわかる通りですね、ディジー・ガレスピーとスタン・ゲッツの相当リーダーのアルバムなんですけれどもね、これは1953年の12月9日に録音されております。レーベルはバーブですね。パーソナル紹介いたします。ディジー・ガレスピーがトランペットでスタン・ゲッツがテナーサックスですね。 伴奏陣がですねハーブ・エリスがギターをオスカー・ピーターソンがピアノをレイ・ブラウンがベースをと来ればですねまあオスカー・ピーターソングループですよねオスカー・ピーターソンファミリーみたいな感じですね。ってことはドラムエド・シグペンが来るのかなと思いきやマックス・ローチなんですね。 でもねマックス・ローチが参加したことによってかなり演奏に躍動感がもたらされているんですね。いやもちろんねレイ・ブラウンやオスカー・ピーターソンが伴奏に回ることでかなり躍動感出てるんですけどそれにさらにですね拍車をかけるという火に油を注ぐ感じの存在が油的存在がマックス・ローチとして機能しているのでとてもホットでエキサイティングな演奏もありますし逆にこうリラックスしてですねムーディーに聴ける演奏もあったりとかで非常にバランスの良いアルバムだと思っております。 特に冒、ね、頭飾るアップテンポのスイングしなければ意味がないってこれ早い曲ですよねっていうかいろんなミュージシャンみんな早いテンポでやってますけども、まあ、早くやらなきゃ意味がないみたいな感じの曲だったりもしますけれども,もうディジー・ガレスピーは相変わらずぶっ飛ばしまくりますよねでぶっ飛ばしまくりながらもですねああビバップだねディズだねいいねっていう雰囲気を残しつつですね快速に突き進んでいくわけですよで次のゲット がまたですねこんんなアップテンポででも安定感あるんですよこの人破綻がないんですねどんなスタイルでやろうともどんなテンポでやろうともですね悠々と吹いていて聴かせるソロ取るんですよね慌てた様子がほとんどないというですねなんと素晴らしいみたいな、ね、例えばあのソニー・スティットとあとディジガル・スピートやってるね「フォー・ミュージシャンズ・オンリー」っていうアルバムもあるんですけどねいかにみんなどれだけ早く吹けるのかを競ったアルバムも出ているんですけれども、まあ、そこでも 本当に、ね、ソニー・スティットもディジーガレスピーもシャカリキになって吹いているように聞こえるところもちろんスタン・ゲッツもシャカリキになってるんでしょうけど音はとても落ち着いてるんですね大人だなと思いますけれどもね安定感抜群のスタン・ゲッツのプレーをアップテンポの曲で楽しむことができますよあとはインプロンプツって曲だったっけかなあの準備なしっていうような意味なんでもういきなり性ーで始めちゃったような感じの。 曲もやっぱりねこの人たちやっぱすごいベテランなんですよねまとまりのあるですね破綻のないですね演奏なんですよ危なっかしさがほとんど感じられないってもちろんスリルは感じられるんですけどねアップテンポで速いんだけどみんなすごいソロ撮ってるんですよねでオスカー・ピーターソンもですねこういうアップテンポの 伴奏とても上手なんですねかなり音数の多い和音バッキングなんですけれども邪魔にならないむしろ煽っているみたいな感じだから、ね、オスカー・ピーターソンってまあもちろんねピアノトリオだったりで自分がリーダーの時ピアノが主役の時でも光るプレーしますけど個人的にはですね伴奏がめちゃくちゃゃゃく上手い人なんじゃない人じななかと思うんですね例えば同じバーブから出ている「エラアンドルイ」ってすごい大名盤があるじゃないですかあのエラ・フィッツジェラルドとルイ・アームストロングの。 デュオのデュエットの伴奏をオスカー・ピーターソン務めてるんですけどとても小粋な伴奏でですねちゃんと自己主張もしているんですけれども本当この大物歌手2人を引き立てるようなピアノを弾いているんですよねあとはまあ快速テンポで煽るといえばですねやっぱり同じバーブから出ている「アニタ・オデーのアニタ・シングズ・ザ・モスト」ってアルバムもあるんですけどこれでもねいい伴奏してるんですよね。 特に「あのスワンダフルっていうね1曲目を飾るアップテンポの結構速い曲があるんですけどそれのイントロなんかもかっこいいイントロつけてるんですよねだからオスカー・ピーターソンは歌版が素晴らしいっていうことを再認識させてくれるこ歌版じゃないですけど伴奏も素晴らしいということをですねあの再認識させてくれるアルバムでもあるんですよねあとは火花が飛び散るような演奏ばかりなのかというとそういうわけでもなくてですね 結構リラックスしながらほのぼのと聴けるミドルテンポの曲もあったりもしてそれも安定感抜群で結構ですねリラックスしながら楽しい気分で聴けたりするんですよね。 あの例えば「I let a song go out my heart」とかね「Exactly Like You」とか「Girls of My Dreams」なんかは非常にですねちょっとアレンジがオブリガードの付け方とかがちょっとビッグバンドっぽい感じのスモールコンボでありながらもちょっとビッグバンドっぽいビッグバンドのゆったりしたアンサンブルを楽しんでいるような気分にもなれますのでなかなかですね充実したスリルもあり 和みありというですね大名盤なんじゃないかなと思います名手たちが繰り広げるですね本当に充実した一枚だと思います本当ね完成されすぎちゃいすぎてですねなんかちょっと破綻がなさすぎるのでジャズにスリードニングみたいな要素を求める人からしてみればちょっとなんかできすぎだよね安定感ありすぎだよねってことで敬遠しちゃう方もいらっしゃるかもしれませんけどたまにはねこういう安定感抜群しかも すごい技量抜群みたいなねそれぞれのミュージシャンたちがとてもいい伴奏とソロを繰り広げているこの「ディズゲッツってアルバムはあの手元に置いておきたいアルバムなんじゃないかなと思いますね。まあ、私もそんなにしょっちゅうしょっちゅう聴いてるアルバムじゃなくて私はどっちかというとあの破綻求めるタイプなのであのスリ,ーリングで危なっかしい方を好む人間なのであの <laughs> めったに聴かないんですけどたまに聞くとやっぱりベテランは違うよなすげえよなみたいな風なね 風にため息を漏らしてしてままいますよねもう充実した安定感をがね繰り広げられていて、うん、やっぱりいいねなんて本当にいいねっていう言葉しか出てこない本当に充実したアルバムだと思いますのでまあ外れくじを弾きたくないという方は、ま、た例えばジャズのアルバムなんてもう 本当に何万枚も出てますけど何万種類も何千種類かな分かんないけどすごいたくさん出てる中どれ買っていいのか分かんないでも外れは弾きたくない安定感があるものでそれぞれみんな有名な人たちがあって演奏あ参加していてそれで演奏のクオリティも高いアルバムを手元に置いときたいという方はこれなんか1枚あるとすごくいいんじゃないかなと思いますねということで大おすすめの名盤だと思いますぜひ聴いてください ということで今回は1953年12月9日に録音されましたディジーガレ a ピーとスタンゲッツのアルバムでディズゲッツというアルバムをご紹介させていただきました最後までお聴きくださいましてありがとうございました